はい、ありがとう整体の平野です。体の中のね、こう余分な水を抜くというね、調整法をね、考えついて、やっているんですけども、本当にこう水がこう動かない水っていうのが腐っていくと考えたら、非常にこの水を抜くということね、大事かなと思います。やはりこういろんなものをこう、塩漬けをするのも水を抜くという意味もあるし、例えば鰹節とかもね、この魚の中のこの水分をね、もう極限まで抜いていって、カチカチ水分が完全に抜けたところで、長期な保存が効く、やはりこう水が残ることで、腐ってしまうというふうに考えると、体の中の動かない水というのはですね、やはり処理をしていかないと、体の中の、防腐作用ですね、が、うまく働かない、つまり、水毒となってしまう。というふうに考えると、その水を抜くということも大事だし、塩分濃度を、ね、上げてあげて、水が抜きやすい、もっと言うと、腎臓が、ね、こうしっかりするだとか、そういったことも、ね、大事だし、運動して少しこう汗で発散するだとかね、その水を動かすということも大事だと思うし、いろんな健康法の中をよく考えてみると、やはりこの滞った水をですね、なんとかするということが、ね、非常に大事だと改めて思いました。当方は、ね、皮下脂肪の中に、ね、水が溜まっている、そして内臓脂肪の中に水が溜まっているという形の、ね、抜く方法をですね、ちょっと考えついたので、1、2ヶ月前からやってるんですけども、結構いい、報告を、ね、いただいています。